今回は台湾の龍山寺駅近くで行われていたマジックシティカーニバル2024年の様子をお届けしたいと思います。ここでコスプレイベントが行われていますが、それだけではなくいろんなものも販売しております。暴れているドラゴンをなだめている女性がいたり、怪しいものを売ってる魚みたいなやつがいたり、他にもガチの芸術家の作品とかが展示されていたりします。このゴジラかっこいいですよね。そして今回我々はアーチェリーを体験してみることにしました。こちらは今回同行してくれたアーチェリー経験者のハオくん。さあ彼の腕前はいかに。かなり鋭いですね。プロフェッショナルのレベルといっても過言ではないでしょう。一方で村上さんの腕前というと、そもそも弓が引けなくて初心者用の弓に変更されます。すごいぎこちないですが、なんとか引きました。続いてハオくんはクロスボウに挑戦。こちらのクロスボウは片手で引くことができます。簡単に発射しちゃいますね。一方で村上さんはまたもやもたもたしております。外したようです。It's a video, so... 続いて他の場所も見ていきましょう。こちらポーションとかを入れられる水筒でしょうか。これを販売しているのがこちらの方です。何やら魔法を使おうとしております。他にもマジックを披露する極主夫道がいたりしました。そして続いて我々は射的に挑戦していきたいと思います。このお姉さんがまずはやり方を見せてくれるようです。ということでハオくんがまずは挑戦。エイムはバッチリですね。続いて村上さんの挑戦です。まあいいのではないでしょうか。とここで再びドラゴンが暴れ出します。あ、こっちは顔じゃなかったですね。他にも RPG で流れてそうな音楽が流れていたりしました。ちなみに今回村上さんはここにいたコスプレイヤーさんたちと一緒に撮影をさせてもらいました。撮影した映像はリンクを載せておきますので、ぜひともご覧ください。ということで台湾のコスプレイベント、ぜひとも探してみてはいかがでしょうか。